本当になんかその期間がとにかく楽しくて、それがだんだんこう作家さんとの間のやり取りで形になっていく過程を本当に楽しませていただいて、貴重な数ヶ月間でした。オーダーメイドの魅力は、その人が思ってる頭の中のものを私が聞いて、それをこう形にするっていう、でその2人で納得いくものを作っていくのがすごく楽しいなと思ってます。ユーザーさんの夢を叶えるですよね。今回この企画に応募しようって思ってくださった理由っていうのは、もともと手記を探してたんですけど、なかなか気に入るものがなくって、で探してる中でこうコロナっていう状況になってきて、で、まあ、なかなか家族とも会えないような状況になってきて、でそこで始めたのがオンライン飲み会だったんです。で、何とかこうやっていくうちに、それぞれ場所が違っても同じこう手記で飲めたら素敵かなっていうふうに思って。もともと自分の仕事のスタイルというか、人からの希望を聞いて、その人のためだけの器を作るっていうのが一番理想だなと思って、それでこう今まだ世界にない自分の持ってるとっくりが欲しいっていう依頼を聞いて、なんか呼ばれてる気がしました。ご注文はちょっと確認したいんですけれども、手記のセットですよね。はい。皆さん形がいいんですね。そうですね。はい、形はみんな同じでっていう。で、あとちょっとこう、色なのか、何なのかちょっと変えていっていただけるとなって思ってます。はい、それが1号、1号なんです。あ、そうなんですね。はい、そうなんですよ。これで割とここまで入れて、1号なんですよね。はい、この辺もそうなんです。結構なりそうですか。そうですね、2号だと結構大きいと思います。ただ1号だとちょっと少ないので、1号より多めに、はい、じゃあ間を取りますか。 1.5 ぐらい、たっぷりめの1号って感じがいいですかね。はい、はい、何かご希望ありますか。家族ごとの実家とうちの分は、はい、こんなイメージでっていうのがありまして、でイメージをお伝えして、はい、デザイン的な部分は豊田さんにお願いしたりとかでできますか。ああ、はい、形状を決めなきゃいけないんですね。形状変更なんですけど、オリジナリティを出したいっていうのと、はい、あと昨日ちょっと母と会うことがあって話をした時に、はいはい、なんかハート型の方が面白いよねっていう話だったので、はい、ハート型でお願いします。はい、はい、あ、あー、素敵。見えますか。見えます。変更、はい、あ、いいですね。そうでしょう。素敵です。本当ですね。色を違えて統一させるとかっておっしゃってましたけど、もしくは一つ一つに線とかデザインが入っていて、それが4つ集まると何かこう形になるみたいな感じも素敵かなと思って、あ、いいですね。合体させた時に四つ葉のクローバーになるっていうのを考えると、絵でやるとぴったり合わせるのっていうのが難しいんですけど、例えば葉っぱの1枚みたいになってて、上から見るとクローバーになったりしたら可愛くないですか。いいですね。何かこうデザインしてもらえたらいいななんていう話も
がありまして、あの部分を緑、稲穂の部分を黄金色、ゲートの色にしていただきたいっていうことなんですよね。葉っぱってこうなってるんですね。わかりました。はい、わかりますね。先生、なんか私もうまく説明ができなくて。うちの方なんですけど、はい、ここ今住んでる北斗市っていうところがすごく星とか月が綺麗に見えるところなので、はい、あの夜空のイメージで何かこうデザインしていただけたら嬉しいなって昨日も主人と話してまして。あ、そうなんですね。はい、気に入っていただけるといいんですけど。楽しみにしてます。夜空のイメージでっていうふうにお願いをしているのが、どんな感じにこう手記にあの表現されているのかがすごく楽しみなのと、あとはこう家族4つこう手記が集まった時にクローバーの形に見えるのかなっていうのがすごく楽しみです。ああ、すごい綺麗。いい感じです。見て。あ、ちょうどいいね。え、あ、オッケー、お父さんオッケーです。うん、で、お兄ちゃんはオッケー、オッケー、止めてて、止めてて。こう、あ、うんうんうん、そこ、ユウもうちょっと外側、オッケー、そこで止めて。じゃあ素敵な作っていただいた手記で、ありがとうございます。乾杯。乾杯です。いただきます。もうすいません、いただいちゃってます。すごい素敵で、ありがとうございます。それで来月もお正月も、そうね、毎月思いを形にしてもらってすごく嬉しいです。ありがとうございます。豊田さんに乾杯。豊田さんに乾杯。ありがとうございました。